日本の忍術または忍者に関連する歴史は多くの神秘的な物語や実在したとされる人物によって彩られています。ここでは特に影響力があったとされる忍術の有名人物について紹介します。福地玄一郎1886年から1976年近代における忍術研究の先駆者の一人 彼は多くの古文書を研究し、忍術や忍者に関する知識を体系化しました。また、彼の研究は後世の忍術研究に大きな影響を与えたとされています。服部半蔵1542年1596年。服部半蔵は伊賀流忍者の棟領であり、徳川家康に仕えたことで知られています。 彼と彼の子孫は徳川幕府の安定期において重要な役割を果たし忍者としての技術だけでなく情報収集や警護などで活躍しました。真田幸村・雪村1567年から1615年真田・雪村自身が忍者ではありませんが彼の用いた戦術や策略には忍術的な要素が強く見られます。 特に大阪の陣における彼の戦い方は忍術を駆使した戦術の妙を見せつけたと評されています。石川五右衛門15。1558年1594年石川五右衛門はロビンフッドのような日本のアウトローヒーローで忍術の技を武器に盗みを働き武士階級に挑んだとされる半伝説の人物である。 五えもんの歴史的存在については議論があるが、彼の功績と忍術の腕前は日本の民間伝承や歌舞伎の人気者となっている。風魔、小太郎。風魔、小太郎は戦国時代後期の風魔一族のリーダーであり、ゲリラ戦と水軍戦術で有名な一族である。北条氏に仕え、型破りな戦法と、重宝活動に長けた小太郎は手強い忍者となった。 彼の一族は海賊のような活動で敵陣に混乱を引き起こすことを専門としていた。これらの人物や流派は忍術や忍者に関する歴史や文化の中で特に注目される存在です。彼らの生き様や技術は多くの文献や伝承を通じて後世に伝えられ、現代でも忍者に対する興味をかきたてる原動力となっています。